さん、こんにちは。奥のキッチンカーにお並びの皆さんもこんにちは。本日は明治安田 J バンリーグ第26節片桐チャレンジマッチ、北海道コンソール札幌対アビスパ福岡戦ホームゲームにご来場いただき誠にありがとうございます。本日は全道一丸赤黒満員大作戦第1弾、本日会場のステージ MC を担当します山形翼です。本日はどうぞ皆さんよろしくお願いします。拍手ありがとうございます。さあ、そして先にご案内しておきましょう。まだこちらのステージのブース、まだまだ座席ございます。奥にお並びのキッチンカーの皆さん、お目当ての品が揃い次第そのままの流れでこちらのステージの方へお集まりください。この後まもなくこちらの屋外ステージの方でもさまざま豪華ゲストを迎えしてパフォーマンスをお送りしていきますので、ぜひぜひお楽しみください。さあ、今このステージ前に集まっていただいている皆さんは熱烈な、サポーターの方だと思いますけども、今日皆さん何時出発ですか？家は。はい、8時、はい、正面の2人は8時ね、僕と同じですね、はい、ほぼほぼ変わらないぐらいの、皆さん意気込みで今日この会場に集まっていただいていると思いますけども、なんて言ったってホームゲーム1ヶ月ぶりです。前回7月13日の神戸戦以来のここ、名前は変わりましてプレドでのホームゲームということで、まあまあこのホームゲームで我々のできることっていうのもね、やっぱり応援です。まずはこのキックオフ14時ですけども、まあ、それまでのねもう少し時間ありますが、この会場外から熱量たっぷり盛り上げていって、この後の14時キックオフのまたコンサドーレの試合にも備えていきましょう。さあ、ここで皆さん本日の会場のご案内です。まず何といってもこの後気温が上がることが予想されておりますので、ゲストに登場いただきましょう。札幌出身、札幌吉本所属のお笑い芸人コロネ健のパフォーマンスです。どうくらってしまっても怖い光さっさと、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。後ろの皆さんもこんにちは。あー、みんなノリー、 ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。手前の皆さんもこんにちは。 ありがとうございます。 ありがとうございます。札幌吉本より参りました我々、はい、コロネ健と申します。お願いします。ありがとうございます。嬉しいですね。せっかくね来させていただいたんで、はい、ちょっと聞いてみたいんですけれども、そうですね、我々コロネ健、まあテレビとかにちょろちょろ出させていただいてるんですけど、はい、どっかで見たことあるよ、知ってるよって方どのぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ逆にですね、はい、我々コロネ健知らなかったよ、初めましてだよって方どのぐらいいらっしゃいますか？すぐ下ろしてください。多いな。結構多かったですよ。奥の方もすぐ手を挙げてます。こんにちは。手振ってくれてる皆さん、僕らコロネ健のこと知ってます？知ってくれてる。いい人だ。ありがとうございます。今日を機にね、まあ、覚えて帰っていただきたいんですけど、はい、お願いします。私が塚田と申しまして。僕が渋谷です。お願いしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあなんか覚えてもらうためにね、ちょっと盛り上がっていきましょう。はいはい、盛り上げるために我々声出しのご協力していただきたいなと思います。はい、せっかくならね、盛り上がっていきたいですか。我々もちろん皆さんコンサ好きでございますから、もちろん、ね、我々がコンサって言いましたが、皆さんで大好きと返していただきたい。なるほど。これ声出していただかないと、皆さんの家までついていきます。はい、はい、嫌だと思いますので。時間はあるんで、はい、盛り上がっていきましょう。皆さんでね、皆さん大好きください。熱量見せてください。いきますよ。コンサー、めっちゃいい。後ろの方もありがとうございます。もっともっと欲しいですね。いきますよ。コンサー、もっともっとコンサー、コロネ健すごい減ったな。ちょっと皆さんノリ良すぎますよ、本当にぴったり。
気持ちが一致してましたね。最高でございます。本当にゼロ人だったね。何回かやったことある下りみたいな。リハーサル終わったぐらいで。ありがたい。ありがとうございます。これからもね、どん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 ね、いろんなパフォーマーの人出てきますからね、はい、ちょっと覚えてもらうために、私塚田がですね、身長が180センチ、体重130キロございまして、ね、そうです、めっちゃ大きいんです、うん、そして彼渋谷くんもですね、覚えやすい特徴としましては、はい、南郷18丁目のキャッツアイでバイトリーダーやってます。お願いします。お願いしますね。あ、拍手、拍手って拍手がありがとうございますね。バイトリーダーやってますからね。やめてよ、高橋グループでね。高橋グループやめて。ありがとうございます。ちなみにあのコンサート、高橋グループいいですよね。そうですよね。コンサートオレフェアの時、本当にこれ着てあのバイトしてます。そうだよね。そうです。皆さんお世話になってる高橋グループでございますから。あんなテンポ言うのやめて。キャッツアイ南郷18丁目の深夜帯で働いてます。やめて。今日も朝まで働いてたけど。よろしくお願いします。まあ、せっかく集まっていただいたんでね、はい、ちょっと芸人さんが来たってことで、ちょっとなんとなくね、芸を披露できたらなと思うんですけど、皆さん北海道の方々だと思いますんで、うん、北海道の人にしか伝わらないモノマネというのを我々、細かすぎるのモノマネやってますんで、ちょっと見ていただきたいなと思いますね。はい、北海道の人にしか伝わらないどさんこモノマネ。何も何もだけで会話する主婦。あんたこの前塾帰り息子送ってくれたんでしょ、ありがとうね。すごい助かる、夜道だからさ。何も何も何もだ。よかったらこれ食べて。いやいや、何も何も何もなのに。ありがとうございます。ありがとうございます。どこかで皆さんも見たことある光景だったかと思います。こんな感じの、はい、北海道の人にしか伝わらないものまで何個かありますんで、他にもお見せしたいと思います。はい、そうだな、じゃあ山道を運転中に出くわした時の鹿。ありがとうございます。絶対こっち見てくるっていうのね、ありますけど、なんか目合うんですよね。なんか目合いますよね、あれね、絶対ね。まあ、最後こんな感じでありますけどね、我々もね、持ち時間がちょっと短いので、最後、もうこれなんですよ。これで終わりなんですよ、本当に。僕もね、もう こねましたよ。もうちょっとやらせてくれないか。5分だけやるって言われたんでね、最後やります。でもちょこちょこ我々これから出てきます、ね。はい。最後一つ、皆さんご存知、ドサンコワイドより、ドサンコワイドの30秒 PR のコーナーに、本当は前に出てきて、前に出てきたくなかったのに前に出させられてしまった人たちの30秒の告知の雰囲気。この度地下鉄北24条駅前にフィットネスマッスルが新規オープン。皆さんの筋肉をビシビシ鍛え上げます。皆さんのご来場、せーの、お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ伝わっていただいたようで、ありがとうございます。じゃんけんで負けて、じゃんけんで負けて出てきてしまったという、でそんなですね、北海道に根ざしたコロネケンというコンビなので、覚えて帰っていただけたらなと思います。はい、以上、コロネケンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。少々持ち時間の方が、はい、短めでやらせていただきました。本当ですよ。2時間欲しかったんだから、2時間やりたいんだからさ、本当に。その分といったらあれですけども、はい、この後ですね、はい、僕と一緒にステージにたびたび登場していただくことになりますので、はい、ちょこちょこ、ちょこだけで出てきますので、はい、登場いたしますね。基本この3人でこの後、はい、そうですよ、はい、力を合わせてタッグでいきましょう、はい、思いっきり日向ですけど、もう皆さんも、ね、首筋がすごい、皆さんも本当に熱中症気をつけてください。本当気をつけてください。水分は取っていいですからね。しっかりと、はい、一杯飲み物飲んでください、はい、試合前にぶっ倒れるので気をつけてください。この後ステージの方では、次は11時45分からまた今度ジャグリングパフォーマーがこちらに登場してまいりますので、シグレさんが出てきますから、はい、楽しみに、そして、はい、この3人でこの後もよろしく、いや、お願いします、頑張っていきましょう、はい、皆さんも楽しんでいきましょう。この後もよろしくお願いいたします。お願いします。